今週の対談動画はついに念願かなったりですよ。なになにどうしたの？マシュマーさんが対談に出始めたきっかけを作った人との対戦です。それってすごいことだよな。何せこのお方の動画に出演することが目的で対談で始めたんですから。でもなかなか当たんねえから自分で動画作っちゃったってあれね。そんな念願の対決がついに今日実現するのです。そもそもひばりさんがあんまりでなくなったから対戦する機会が減ったんだよな。なので今日は向こうの動画を見ればこと足りるので、こちらの動画はお約5年まであります。何言ってんの。このゆっくりボイスと共に対戦を見たいってヘビーユーザーだっているんだよ。チャンネル登録者も49人まで増えてきましたしね。49日みたいで縁起悪いな。おい、それに今日からグリパの防具も175重鎧とかに変わりましたからね。とりあえず7まで鍛えたからとは10よりは強いだろ。グリパは MK 装備なので、兜とゲートルも地味に175でマイナーチェンジですね。実際のところどこまで効果あるかはわからんがな。あとはリデラン防具も鎧とゲートルを7と6でマイナーチェンジですか。これむしろ今まで5とかで出てたことが恐ろしい。ひばりさんの動画を見てたら防具とか4でしたが、それは武器が L とかだらけだから防具なんてなんだっていいのかと。マシュマーさんは武器がしょぼいですから他でなんとかしないとですからね。そもそもマシュマーさんがスキル戦略にこだわってるのって武器がねえから火力戦略できないだけと言われね。今あるもので勝ちにはどうすればいいのかという苦渋の決断なのですね。開幕に杖火動けなくてここで灼熱して並びの発明が動くとか謎の挙動すぎて呪術書1枚しか出せなかった。並びで出したら確実にギガスの餌食ですからね。画面の下は見せてあげない。ここは相手も無理して消しに来る戦略は取らなかったな。本来なら覚醒と浄化の2枚出しの予定でしたが、おかげで覚醒入れなきゃならなくなった。ここは無意解除からの覇王即興じゃなかったんですか。なんかその動きができなくなってきてるのよね。真っ先にメーガードさせちゃってますものね。おかげで変なとこに歯を打っちゃってどうしようもないな。これひばりさん相手で硬くなっちゃったんですか。せっかく火が前にいてくれたんだからそこにぶち込むくらいの気概が欲しかったよな。ひばりさんとの対決ってだけでこれは勝てないって勝手に気持ちで負けていたんですね。実際定石で言ったらアーサー落としにかかる場面なんだろうけどそれすらできてないしな。せっかく対談本戦で乗り戻してきたのにどうしちゃったんですか。あれな、CS でドリ発明被弾編成試してたから無意の存在忘れてたまである。よし、手本を見せてやろう。僕も刻め。ここはいつものエルマーク即興じゃないんですか。こんすら忘れてるよな。おまけに浄化出てるのに灼熱とか完全に見てねえな。この扉は誰もが入れるわけではない。本当に俺とやる気か。そうなんですよ。明らかに間に合わないのにリープして覇王打とうとしてますね。自分でもこれ間に合わねえなって思いながらやってた。アトロロの被弾に放置ですから、こんな動きしてたらそりゃ勝てねえわな。
そしてここで完全ロック完成です。この前のターンでカゴなんていくらでもできるのにしないんだからこうなるわな。さあさあ、始まり始まり。君のこと、もっと教えて。さっきから謎に発明に差を入れてますが、どうしちゃったのですか。前にカゴされてっから、そのために無意連れてったような気がするんですが、ただいま絶賛ロック中です。それでも意外とアーサー削れてるんですよね。いつもみたいに歯を入れられてたらもう落ちてるよな。この扉は誰もが入れるわけではない。よし、手本を見せてやろう。さあさあ、始まり始まり。ここでの被弾処理はまあよしとしますか。あとギガスの回復かけてたからすかさず正気な。相手のリカバリはさすが完璧です。これが長年リーグをやってきたものの熟練度か。チューニング完了。この扉は誰もが入れるわけではない。また発明に覇王ですか、わら。どんだけ発明倒したいんだよって感じだよな。あえて触れてきませんでしたが、カンウのスキルが強いです。完全に想定してないから G カゴすら入れてないよな。前は剥がされるんですから、せめて後ろを守るべきだったかと。正気も地味に打たれ放題だったしな。よし、手本を見せてやろう。ここまで来たら何やっても無駄でしょうが、アーサーとキンだったらキンを守るべきだったのでは。同じ被弾にで迷ったんだけど、生き残ればワンチャン覇王あるかなと。死んだら元も子もありませんね。さらにアーサーの通常攻撃とか一番無駄な使い方だな。灼熱打つ暇があるなら渾身のリック覇王でしたね。発明相手に3発も無駄遣いしちゃったからな。本番で舞い上がるにも程があります。ここんとこの瞑想感半端ねえよな。練習はしてるんですか。いや、それがいつも人気さん相手だから、人気対策でいつもの編成でできないのよ。つまりいつもの動きを忘れてしまうと。それでも前に覇王即興で落としてくのは変わりないはずなんだけどな。それじゃあこの発明に3発も入れた理由にはなりませんね。相手が誰であろうと自分の戦いができるくらいのポテンシャルを必要としてるよな。初対戦でデータがなかったとはいえ、この試合はひどすぎます。ひどい試合は今に始まったわけじゃないがな。それにひばりさんはこの後こちょこさんも倒すし。つまり強いから仕方がないと。こちょこさんの杖火でやられるなら、うちの杖火なんてひとたまりもないかと。とりあえず自分のスタイルで戦わせてもらえるようにならないとどうしようもないかと。これ格上相手だとこうなるから不思議なんだよな。まさにタイタン病。いえ、本戦病でしょう。想像以上にプレッシャーかかって脳が麻痺してるんだろうな。それはもう被弾も相手の呪術書も見えなくなるくらいに盲目になりますから。あと謎の未行動な。そんな三重苦があれば誰だって負けますね。何回かやれば勝てるレベルではないことだけは確かだ。